ギリシャ語の表現について学びましょう直訳するとアヒルをするこんなお話がありますビザンツ帝国時代宮殿の鍵の管理人はパピアスと呼ばれていましたバシレイオス二世の時代のパピアスは無情で腹黒く嘘つきな人でした 皇帝の弟にもいじめをするような人でした。ある日、いじめられたと愚痴をこぼした人に、パピアスは驚いたふりをして言いました。僕は君の親友じゃない。君に逆らえるはずがない。それ以来、この表現は、知らないふりをするという意味で使われます。次の表現は、 クロススタイ・ティミハル直訳すると、ミハルーに借りがあるです。昔、ミハルーという女性の食べる名がありました。限られた顧客に期限付きの駆け売りをしていました。期限が経過すると、彼女は哀れな債務者たちを武力していました。そののうちの一人。 良心的ですが返済の見込みのない男性は、日夜を問わず独り言をつぶやきながら徘徊していました。ある人が道行く人に、彼は何者かと尋ねると、その人はこう答えました。あの人は、ミハろうに借りがある。きょこの表現は、正気でない人を指す言葉として使われています。 エファイエヒロピタ直訳すると卵パスタを食べたです19世紀医学が普及していない中パルセンスという名の偽者がいました彼の出す薬の一つにひどい片思いの人のための小麦の汁と香辛料を混ぜたものがありましたそれが当時の 卵パスタでしたそれ以来この表現は恋に敗れたという意味で使われます。